メンバーで、はい、やらせていただいております。久しぶりに、久しぶりです。はい、養殖新聞の高島と申します。よろしくお願いします。お願いします。そして今日のゲストは、はじめまして、うなぎ大好きだったところの高島と申します。高島さんです。そしてアシスタントのはい、そしてきっちりとおるでお送りいたします。よろしくお願いいたします。ということで、久しぶりというか、まあここでは久しぶりなんですよ、昨日呼ばれたばかりでここではね、ここではね、本当にもう結構ね、一人で めちゃくちゃになってましたけど、はい、はい、まあ、今日はちょっとホッとしております。はい、今日はね、コメント次は贅沢、はい、今日ご用意しましたのは野田屋の関東風の塩ひつまぶしのおでん。なんで関東風かというとですね、地焼きで生から一気に焼くのが、まあ、普通の、まあ、わけなんですけど、そうするとね、硬くなっちゃうんですよ、冷えると。ひつまぶしでお弁当ですとか出前の時は一度蒸して、硬くならないようにしてお出しするのが、まあ、野田屋流ということで、今日はしました。まあ食べながら、はい、行きましょう。どうぞどうぞ、どうぞ開けてみてください。先生、パッカーするんですか？あ、先生、あ、じゃあパッカーやりましょうか。生パッカーね、最近こういうね、カメラが、文明の利器が、じゃあどこへ、こんな感じでいいんですかね。オッケーですかね。はい、行ってみましょう。じゃんじゃん。そっちに向けた。いや、こっちカメラが動きますから大丈夫です。大丈夫です。はい、本日中に早速いただきたい。じゃ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 ん。え、ちなみにですか？ちょっと。じゃーん。じゃーん。美味しそう。野田屋です。はい、野田屋の。はい。香りが。よろしくお願いいたします。じゃーん。あれ、はい、これってなんかタレはかかってないんですか？塩ですから。あ、そうですか、ね。やった。しました。はい。おい、お茶持ってくれば。ああ。最後お茶かけると。最後にお茶、お茶かけて ね、うんうん、野田屋さんの塩ひつまぶしは、はい、最後お茶、最後お茶、美味しいんですよね。クレームありました。あ、違う、いや、クレームじゃない、宣伝、宣伝、ね、あ、じゃあちょっと後で熱いお茶がちゃんと買っていきましょうか、ね、うん、そうですね、まあね、うん、お弁当でも美味しいんですか？いや、逆に美味しいんじゃないですか？逆に美味しいですよ、うん、多分熱いお茶をかければね、またふんわりして、そうね、うん、そういえば、名古屋かなんかで、新幹線乗るとき、はい、お弁当でひつまぶし弁当みたいなのあるったの覚えてるんですよ、うん、はい、うん、お茶ついてなかったっけ？あ、お茶の粉がついてる、ね、それは分かんないです。うん、お茶の粉、こ、うん、あの お茶の粉がね、スティックになって入ってて、うん、それが確かついてて、で、なんかお茶をかけて食べた覚えがあるよ、うんうん、あの普通のタレのひつまぶし、タレのひつまぶし、まあ、それどんな感じで加工してたかわかんないですけどね、うん、でもひつまぶしお弁当で、あの、あ、こんな抹茶のスティックが入ってんだみたいな。へえ、それは珍しいですね。ありました、ね、白川さんなんかだと、はい、あのこういうタレ入れ、ちょっと大きいタレ入れにだしが入ってて、うん、それをかける方式ですね。かけるのはお茶でも出汁でもいいんですか、ね、あのね、野田屋では、はい、あのタレのひつまぶしには出汁を使ってます。で、塩のひつまぶしは塩が効いてるところに出汁もほら、ね、塩味でしょ、だからちょっと濃くなっちゃうんで、はい、あえて緑茶を使ってさっさりとっていう感じですね。すごい二度おいしい感じなんですか、はい。でもね、僕はあの塩のひつまぶしはこのわさびでこういただくのが一番好きですね、うん、はい、うん、はい、はい、どうぞどうぞ。じゃあ、あのルールは誰かが食べてるときは誰かがしゃべる、はい、じゃあみんなで一緒に食べちゃうと無口になってしまうという、同時に食べない方がいい、同時に、ね、いただきます、はい、ということで、その間にこの養殖新聞、はい、今日、2月15日版まだ出来たてですね。出来たてほやほやでございます。はい、どうですか今、シラスの方は。そうですね、シラスは日本はちょっとまだパッとしないんですけど、はい、中国の方がまた久しぶりに
まあ、オードレっていう表現していいのかな、うんうんうん、そのここ数日、はい、取れてる方なんで、あとはその月末の26日、はい、あの闇の大塩、シラスが取れるとされる日に、はい、もしかしたらまたこの日本でもオードレするんじゃないかっていう期待感が、なるほど、まあ、強いんで、いつもだいたいほらあのこの番組が第3週間3週です、ね、だからその後に闇の大塩が来るんだよね。そうです、だいたいそうですね。そうだよね。先月はどうだったんですか。先月は結局期待はあったんですけど、うん、まあ空振りに終わったっていう感じで、おやおや、そうだ、結局そこからあれっていうことで今年も危ないんじゃないかと、うん、まあ来てたんですけど、ここ数日のその中国の、まあ取れ高がアップしたっていうことで、うん、あ、これやっぱりいけんじゃないかと。なるほどね。だから今回、うん、まあ26日、うん、まあ期待したいなと思います。はい、うん、ありがとうございます。さてさて、最近いろいろあのお目にかかる機会がありまして、はい、野田屋も14日がね、移転再開業の4周年ということで、はい、ちょっと、特別なうなぎを出させていただきまして、うん、皆さんにも食べていただけたということで、ありがとうございます。さあ、いかがでしたでしょう。あれは結構ね、三河のうなぎの全てをいっぺんにみたいな感じでね、うん、まあすごいですよね。その僕初めてですよ、あのスタイルは、はい、結局かば焼きがあって、両脇が肝がたんまりいっぱい入ってて、でうまきがあって、ボリューム感がやっぱり全然違いますよね。写真とかない？あ、ありますよ。ね、映像でパカッと開けたらこういうのが出てくるやつがあるんで、ちょっと用意しといてもらおうかな。ね、あ、ちょっと話をしててください。送ったのが、よいしょ、今出てきますかね。あ、最初にね、お弁当の写真を2つ送って、その次にある映像ですね、はい、はい、それがそうです。これと、うん、これがセットですね。なんかコースみたいに出てくる。そう、コースというか、まあ、順番に前菜が出てくる。前菜が出てきて、前菜が出てきて、はい、うなぎに前菜があるんですか。結構前菜もいろんなやっぱりうなぎ尽くしで今回ね、これがまず今日のお弁当、今のやつですね、今のやつですね。その後次を、あ、これです、これです。これを開いていただくと、このボリューム感はすごいですよね。まあこれがまあ今日のとはまあ似てますけれどもね、塩焼きの、はい、ご飯なしバージョン、ご飯なしで、塩焼き、その下にこういうのが出てくる、うん、塩とタレですか。はい、両方です、ね、両方です、ね、しかも塩の方は関西風ですから、蒸さずに地焼き、うん、そしてかば焼きの方は関東風に、蒸しを入れたふわっとしたやつ、パリパリとふわふわと両方入ってる。これ女性だとボリュームがありすぎて逆に、ね、食べきれないぐらいの、これをね、例えばカップルで来た時には、うん、これを一つと京水のお重を頼む、うん、そうすると京水と三河の味比べもできるし、うん、関東と関西の食べ分けもできるしと、で肝もついててないで、結構こういう頼み方が、おすすめだったんですけどね。あ、そうですね、いろいろ試せますよね。そう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 、うん、順番順番にこう食べていけるという感じでね、うん、実際に野田屋にカップルで来る方いらっしゃるんですか。いますよ。ちょうどあの14日ですから、はい、バレンタインデーじゃないですか、うん、バレンタインをうなぎで、なんかね言ってた、茶色くて四角いもんだったらチョコと同じだってなるほど、まあいいですね、だから、うん、茶色くて四角いからチョコの代わりにうなぎでいいんじゃないかって言って来た人がいましたよ。あ、じゃあなんか誘う時は茶色くて四角いものを食べに行こうよって。そうですねで、まあ、バレンタイン終わりまして、今度は3月の14日ホワイトデーは白焼きを食べる、うん、まあ、白焼きもボリューム満点なんですか。白焼き、まあ、まあ、いわゆるこういう感じ。そうですね、うんうん、あ、美味しそうだな。美味しいですね。ホワイトデーにはこの白いね。そうそうそう、ホワイトデー、ホワイトデー先取りです。先取りです、先取りですね。なんか普通のと違うんですか。産地によってもだいぶ違うんですか。あ、産地によっても違いますし、産地によって育て方も違ったりね、餌も違ったり、いろいろ
あるんですよ。で育ててる水が違ったりとかね、うん、そういうのによって味っていうのは全然違うんですよね、うん、そうですね。え、うなぎ大好きだとなんか分かったりします？いろいろ何がですか？なんか食べるのに単品で食べると分かんないですけど、食べ比べをすれば大概当たります。うん、あ、そうです。この間もあの中国台湾未開式と、うん、食べ比べをしたんですけれども、はい、今中国は、まあ、高島さんが詳しいですけど、新古、はい、って言って、はい、もう引き上げしたばっかりの、ね、はい、柔らかくて、はい、美味しいのが中国産が入ってきてます、はい、で台湾はもうそろそろ新古出るんですかね。もうちょい、まあですね、うん、そうですね、2月の終わりぐらいある程度まとまってくると。逆に言うと台湾は大ひねになっちゃう、はい、大ひねですね、大ひねですね、うん、でそういう時期で、まあ国産はまあひね、はい、うん、だからその3つを食べればどういう油の乗り方とか味の濃さで大体見当がつきます、うん、なんか、うん、いや、あの食べ比べとかあったら行ってみたいですね。こういくつか並べて、野田来ていただければあの産地別の食べ比べはできますよ。食べ比べ、うん、なんか、うん、まあまあちょっと食べてみましょう。ありがとうございます、はい、うん、白焼きとか塩焼きとか、意外とまだ知らない人も意外というイメージがあるんですね。あのやっぱりね、白焼き初めて食べたってお客さんもたくさんいらっしゃいますし、あとやっぱり塩焼きはあんまり東京じゃないんですか、うん、あまりだからイメージがないのかな、うん、でも美味しいですけどね。美味しいですよね。結構ある名前ですよね、あの、うん、短冊とか栗からの塩っていうのは前菜とか串物屋さんで出しますから、うん、あれでうなぎにはまっちゃうっていう女性は結構多いですね、はい、うなぎの旨味がストレートにきますから、はい、ああいうのはいいですね。なんかお酒に合いますね。合いますね。ちょっと口の中がしょっぱくなったところをね、あのお湯割りとか、あの熱燗でクッとやってこの口の中の塩を溶かしていくなんて最高ですよね。白焼きさん、まずいですよ。それ聞いちゃったらなんかお酒欲しくなっちゃいますから。お酒あちらありますもんね。あ、下にありますから、ね。もう食べ終わっちゃいますから ね原料勝負ですよね、はい、白焼きだともうごまかしが効かないから、うん、本当に今当たれば一番美味しいですよね。高橋さんも食べ終わってからは参加していただいて結構なんで、焦るなもうそっちの方に集中してていただければもう終わるから大丈夫です。もう大丈夫です。白焼きと白焼きはまた白焼きと塩焼きね、塩焼きは違うんです、ね、あの関東風の白焼きというのは、うん、はい、まず素焼きをして蒸すんですよ、はい、蒸してその後に、また焼くんでふわふわとろとろで、関東は蒸す、まああのはい、タレもね透き通ってるんですけど、お酒とかみりんとかそういうのを調合したようなものをスッと塗ってやるんで、はい、ちょっとふわっとして甘い感じなのかな。でそれに対して塩焼きはまずあの蒸さないで生から一気に焼いてパリパリ、ふわふわじゃなくてパリパリで、中はふわふわなんですけど外側はもうパリパリになっていて、で塩の味です。それが、うん、あの関西風なんですか？関西で好まれる、ね、関西で白焼きを食べた時ね、塩振ってないでただ焼いてあって、うん、こちらに塩が添えてあったりして、うん、それを塩つけて食べたりっていうことはあるんですけど、塩で焼いたのってあまり見たことないな、まあ、まあないですよ、うん、まあとにかくあれですよね、関西は、はい、とにかく地焼き蒸さないんでそのまま、そうですね、外パリ中は柔らか、うん、関東の場合はもう蒸してるんで全体的に柔らかいっていう、まあ、食感が違うっていうぐらいですよね。よくの関西からね、東京に出て来られて観光で来られてで食べに来られる方いるんですけど、やっぱり2つに分かれて、やっぱり関西風のパリパリがいいっていう人が でもそっちの方が少数派で、どちらかというと東京のうなぎの方が美味しいから東京に来たらうなぎ食べるんや。これ難しいですよね。いや、なんか業界でじゃあ例えば関西方面の人が東京来て、まあ蒸したうなぎは食べるじゃないですか、うん、でも向こうの人、まあ全部が全部じゃないですけど、あれうなぎじゃねえよっていう人もいるわけ。そうそうそう、なんだこれ。やっぱり地焼きの方がガツンってパンチ力があるんで、うん、やっぱその味のイメージの、う
インパクトが違うみたいな。どちらにしてもうなぎ美味しいですごちそうさまでした満腹でございます、はい、お先にごめんどうぞというような感じでね、はい、本当にだから来る方全くその通りなんです。どっちか両方あるだからこそ野田屋では両方のうなぎをご用意してるんですけどね、だどっちかというと東京でもひつまぶしやってるところはひつまぶし専門だったりするじゃないですか、ね、地焼きは地焼き専門店で、関東風は関東風専門で、そういうところが出している、まあひつまぶしは、蒸したひつまぶしだったりするケースが、両方こうやるっていうのはね、ちょっとまた食べ比べてみるのも面白いと思います。なんかあること自体も知らないから、ちょっとそれが分かれば、あ、行ってみたいとか思いますね。確かに、ぜひ来て食べ比べで、はい、ということで何かいろいろ、この、しばらくそうですね、今日風がこれ外の声、外の風、うん、一応これなんだろう、はい、この前7日ですね、先週の7日にこの満腹会っていうその全国のうなぎ屋さんで作る、まあ親睦の会なんですけども、はい、まあ、満腹会はうなぎを満と読むんですよね。そうですね、でうなぎに満腹会ですね、はい、福に会、はい、でこの前その7日にこの満腹会のメンバーさんと、いわゆるその完全養殖うなぎ、はい、を研究してる施設、まあ、南伊豆の方にあるんですけども、うん、そちらに行ってきまして、はい、ちょっと先ほどの写真出していただけますか、ね、集合写真がある、竜巻ぐらいなんかすごいです外の音が、まあ、今日は春一番ということでね、あ、春なんですね、うん、あ、こちらですね、まあ、これがその水産、これですね、ここに書いてありますね、水産研究教育機構って言って、いわゆるそのうなぎの完全養殖の商業化に向けて、はい、まあ、研究している施設の一つです。で次ですか、でこちらがこの庁舎のうなぎの種苗の研究のセンター長さんの、こちら書いてますけど、桑田さん、桑田さん、まあ、こちらの方の桑田さんの案内で施設内、まあ、研究、はい、見学させていただきまして、で次のページですか、でこちらが多分 2,3 年ぐらい前ですね、うん、その1トン、これ1トン水産、はい、1トンの水槽で、はい、いわゆるそのレプトセファルス、いわゆるうなぎの幼生ですよね、はい、シラスウナギの前の段階の養殖が成功したというこの、まあ、皆さんこれ覗いてるところなんですけど、ここにまあ、ここには全く映ってないですけど、いわゆるノレソレみたいな、はい、透き通ったやつね、透き通った平べったやつが、まあ、泳いでると。この水槽はイラストとかで見たことはあるんですよ。ありますね、見るのは初めてだな。でこれで次ですか、でこれがその平べったいところから、いわゆるシラスウナギ、シラゴみたいな、これも完全に人間の手に作ら、手によって作られたシラスウナギ稚魚の姿ですね。何センチぐらいなの？もう本当このくらいだから5、6センチぐらいですかね。なんか不思議な。で一般的に今ちょうど日本、台湾、中国で漁が、この漁が始まってるわけですね。シラス漁っていうのは、いわゆる太平洋、例えば日本だったら太平洋沿岸で取って、それを養殖業者が入れて養殖すると。だから今現状としては完全養殖ウナギはではないわけですね、うん、あくまでもこれを自然界から取ってきて、はい、で養殖業者が育てる、うん、なるほど、はい、で次はありましたっけ、あ、これが、これもちょっとね見にくいんで申し訳ないんですけど、これちょ本当だったら貴重な画像なんですけども、いわゆるそのペラペラしたノレソメみたいなレプトセファルスっていう幼生から、いわゆるシラスウナギに変態しかかってる、はいはいはい、いわゆるちょうどその間の状況のうなぎたちですね、子供たち。さっきの、ペラペラ5センチぐらいになる前の状態の前段階ですね。もう完全に透き通ってる感じ。そうですね、透き通って、中にはちょっともうシラスみたいな形になりつつ、なり始めてる段階。この特別な水槽ですね。この次はなかったでしたっけ。まあこれがその満腹会のメンバーさんで、
ね、古賀さんが皆さん知ってる、うん、元大花で今埼玉の方で古賀っていううなぎ屋やってる、はい、まあこれ全部うなぎ屋さんの全国のメンバーなんですけども、はい、まあ、毎年1回2回そういうこういったうなぎ関係の施設とか養殖場とか行って、はい、まあその見聞を広めてると、はい、であとこれ最後一つだけ言いたいのが、はい、まあ、さっきの人工しらす、ええ、じゃ皆さん一番気になるのがいつじゃあ成功するのか。そう、いつもう毎年ねそういう質問出ますけど、今回もやっぱりこの見学してる最中にやっぱ質問された方がいて、やっぱこのセンター長も、いやいつも毎年聞かれるんですよと、でもこればっかしはそのいわゆるブレイクスルーが何回かあってようやっと初めてそのシラスの大量生産化に成功する。だから今のところはじゃあ5年後じゃあ10年後できますとかっていうのは全く言えない、はい、で具体的に僕も聞いたのが、今現在じゃあ完全にねその人工シラス、まあ、人工完全養殖ウナギっていうのは何匹成功してるんですかと聞いたら、いわゆる戦後500匹こちらに限りました、ね、年間単位で、はい、でもこの今日本が必要としてるのは、僕行く前に計算したのがシラスの換算で9500万匹9500に対しての1500、一生懸命頑張って最高が、うん、それを考えると、うん、まだ焦っちゃいけないのかなっていうのもあるし、ね、研究者の人もまあね、うん、いろいろ大変な思いしてやられてるんで、うん、これはもう本当にね神の味噌汁みたいな、うん、まあ、そういう段階でも、これでも1500匹でも僕はよく数年前まで聞いてたのは、うん、600から700匹が最高だったんですよ、うん、それから比べれば一応倍になってるんで、まあ一歩ずつ一歩ずつっていうことだ。ああ大変だね、うん、これもう一攫千金狙うどころの話じゃないね。シラスまで行っちゃえばもう大丈夫、今のそのシラスになればあとは養殖業者さんが普通に育てる、そこまでが育たない。そうなんですよ、難しいですよね。ね、餌の問題だなんていろいろありますもんね。まあ餌もね結局手探りの中で、アブラツノザメっていうそういう特別なそのサメの卵をペースト状にしたものをスポイトでまあこういうところにあげてるらしいんですけど、でもそのサメ自体がね本来食べるものじゃなくて北の方のサメなんでしょあれって、なんか何か所かあるみたいな世界で、だから本当は何食べてるのかとか、もっともっとなんか効率のいいね餌がないのかとかいろいろもうまだまだ手探りです。素人考えだとあれですよね、あのマリアナ海溝からずっと日本まで来て荒波に揉まれて、ね、木の葉みたいに漂ってるその環境みたいなのもしかしたら必要なのかもしれないですよね。そうですよね、雲仙キロの旅ですよね。ですよね、だからすごい運動をしてるわけですから、だってあんなペラペラなやつが潮に乗ってきてるんだろうからね、ロマンというか、なんというかどうなんだろうっていうのもあるし、そうそうそう、地球温暖化だなんとかって言って、その海流がちょっとでも変わったらまたそういう環境も違っちゃうだろうし ね、うん、ね、資源が仮にあったとしても海流が違えば全然取れないのと一緒なんで、ああ資源なくなったかっていう風に言い方もできるし、こればっかしは分かんないですよね。生まれる場所が決まってるんですか。一応一つの説ですよね、マリアナ沖にそのウナギの産卵場をまあ特定ってことです、まあ、研究者たちが数年前発表したんですけど、まあ、そこに生まれてずっと南から黒潮に乗っかって太平洋岸に接岸すると、でもそこだけじゃないかもしれないし、もしかしたらもっと日本に近いところにあるんじゃないのっていう話もあったり、わかんないですよ、そうですよね、いやすごいですね。結構あれですよね、あの千葉県沖とかでも取れるわけですから、うん、そうですよ、分かんないですよ、ね、本当にもう一回太平洋沿岸で細かくね、うん、ポイントポイントで調べたら、うん、あれっていう発見があるかもしれないと、うん、あるかもしれない、分かんないけど、結構うなぎにあの発信機つけて送り出してるんですか。やってますね、なかなかうまくいかないみたいですけどね、食べられちゃったりするでしょうし、ね、まあ、もちろんそうですね、やっぱ海の中やっぱり陸上のものより難しいって大体みんな言いますよね、専門家でさえも。ある人が言ってたのは、いや海のものを調べるんだったらお風呂じゃないけど線を抜いて水が抜いた後に数えればいいんじゃねえのっていうぐらいに、もう海の中っていうのは人から人間から見たらもう分かんないと、何が起きてるかも、でそれぐらいその難しいんでっていう言い方はしてますよ、ね、言い訳かどうかは別にして、
宇宙と同じぐらい難しい、うん、だから言いますよね、例えばそういう感じじゃないですかね、うん、なんか思いのほか早くわーって進んでったりとか しそうな感じイメージがあるんですけど、うん、まだまだ難しいと思いますよ。世の中には簡単に行くこといかないことたくさんあるもんな、うん、全然違う話なんですけどね。昔造船所の中で働いてたことあるんですよ。で、大体日本の製造業なんて車作ってるとか全部ロボットで作ってるじゃないですか、うん、だからこういうロボットが船作ってるんだろうと思うじゃない、うん、船って一個一個全部違うんで、いまだにこんなでっかいハンマーでガッコンガッコンってやりながら作ってるわけですよ。と思って、ロボットが作ってんじゃないのと思ったら、そんなことないですね。まだ人の手で。まだ人の手で、こうやってこうやってガーって溶接して何やって、うわーと思って、やっぱりだから知らないところは知らないし、自分たちの思い込んでるものとは全く違う世界っていうのがたくさんあるんだなと。養殖なんて全くそうだと思いますよ。本当に一人一人の力でなんかね、やってるんだろうなと思うな。まあとにかくまだ道のりは長いっていう感じはした今回の視察旅行ですよね。でやっぱりいろんなところを見るといろんなことを感じますよね。私も去年の10月に池まで行って見てきましたけども、我々ほらうなぎ屋さんでのね調理の作業を見てきて見るのと全く違うんですね。やっぱりね、ベルトコンベアでこう流れていって、ね、やっていくような世界と、それをまあ批判しているうなぎ屋さんがいても、その2つはくっついてるんだよね、結局はね。それは裏表の話で、両方でこっちはそうで向こうはそうだからっていうわけじゃなくて、それが一体化されてないと一つの産業にならないっていうね。そうですね。そういう部分が。それでまあ業界全体がまあ回ってるってことですね。うん、で今日のゲストの高城さんの方に話を振っていきましょう。はい、高城さんはいつ頃からうなぎということでこうやり始めたんですか。あ、例えばネットに上げる、上げたのは、うん、ちょうど2004年なんで、うん、ですから来月でまあ食べ始めたりとか、うん、その資料を集めたのは、まあ1年ぐらいかけてるんで14年前からなんですけど、はい、サイトとしてオープンしたのは2004年の3月3日ですかね。あ、もうすぐですね、うん、ちょうどおひな祭りに合わせて。あ、そうなんですね、うん、私なんかはね、ブログを始めて今も12年なんで、大体まあ皆さんそんな、はい、2000何年でね、まあそうなんですよね、うん、Windows98 のその2つぐらい後ぐらいでなんか SNS というかなんか情報発信をしようなんてみんな思い始めるよ。とりあえず2000年代初頭に無料のブログが、うん、いろんなとこで、はい、本当メジャーなとこじゃなくてやっと始まったっていう感じですよね、はい、で僕が始めたちょっと前にラーメンのブログとかブレイク、はい、し始めまして、でそれをヒントにうなぎ番を始めたっていうのは、だからその頃まだ食べログとかがなかったんですよね。それがすごいのが、それをずっと続けてらっしゃるのがすごいね、うん、っていうのは僕なんかもその当時に例えば横浜中華街のガイド用のブログみたいなの始めたりなんかしてたら、それみんなないですから、うん、だからみんなやっぱりそこの続けるっていうところがねすごいよなって思うな。いや、それは最初はうなぎ屋さんなんて一般人では広告なんてほとんど打ってないですよね、ええ、ですから最初は地元のうなぎ屋さん電話帳で調べたりとか、はい、あとはたまたまその当時ネットにの、うん、もうホームページの走りですね、そういうやってるうなぎ屋さんに行ったりとか、まあもちろん昔からの申請だったりとかもう1年ぐらい試行錯誤してやってて、はい、こちらの高島さんがメールをくださって、養殖新聞を送ってくれ、養殖新聞だとうなぎ屋さんとかいろんな広告があるんで、あ、ここに行けばおいしいうなぎが食べれるんだっていうヒントで、だから高島さんにはもうですから1年後2005年からですからもう12年もう自分からしたら逆に
まだそのね専門店さんってここまで力入れていろいろやってなかった時代だったんで、まあその当時ネット見ててうなぎ大好きってあって、うわすごい調べてよく行って出てレポートもすごいなって感心しながらいつも訪問してたわけ、うんうん、そこでやっぱりなんかいろいろ聞きたいとかなんか接点をしたいっていう部分で逆にその当時全く知らないですよ高島さんがやってるって、うん、あすごいサイトだなと思って、そこからですもんねつながりができて、そうですね、だからまだあったのってそんな経ってないですもんね、ネット上ではまあそういうメールでやりましたけど、まあ、3年ぐらい前、うん、そんな経ってないもん ね、うん、ですね、だってまだあの当時ネット社会でもそこまでまた綺麗な画面なんですよね、はい、普通素人が作るともっとちょっとちっちい作りとかあるじゃないですか、いやあのために C 言語とか勉強してましたからそうそうそう、すごいですね、当時 C 言語だった、無料ブログだってない時だから余計にすごいなと思って感心して見てた記憶がすごいあるんですね、あの当時、ね、でその後やっとあのドリームウィーバーとかできて、あ便利なのができたと、でもあのめちゃくちゃあのソフトが高かったんですよね、はい、でもお小遣い貯めて、もううなぎのためにうなぎのためにうなぎのためにちっちゃい頃からはい、うなぎはもうちっちゃい頃からちっちゃい頃、もう50年間通い続けてるうなぎ屋さんでございました、うん、ちっちゃい時に食べる機会があったんですね、それはですね、あのその50年前から行ってるうなぎ屋さんっていうのは僕の母方の菩提寺のすぐ近くにあったうなぎ屋さんで、昔の人ですから信心深いわけですよね、あの春秋のお彼岸とか命日とか必ずお墓参り、そうするとそのお昼ご飯はあのうなぎをごちそうしてだからついていくわけですね、ただ僕はその頃この会見見てるとどなたも信用してないんですけど病弱で外に出ると熱を出しちゃう子だったんですけども、でもみんな信じてない信じてないんですけどうなぎは食べたい後だけは熱を出さなかった、うん、だから必ずだからお墓参り以外でも外食行った時は、うなぎっていうのが、うん、もうそうですね、丈夫になる小学校の高学年ぐらいまで続いてましたね、うん、外食はうなぎ、だからもう当然好きになっちゃうんですね、うん、僕らちっちゃい頃やっぱりねうなぎは食べたいんだけれども時間がかかるじゃないですか、はい、で昔はよくあのデパート の、はいはい、あの食堂っていうのは何でもあるわけです、はい、でちゃんと本格的なうなぎもあって、はい、でうなぎがあって、まあ、和食があって洋食があって中華も何でも頼めるんだけど、一人でうなぎ頼むと他の人みんな待たせなくちゃいけなくてだから子供心にうなぎは頼んじゃいけないんだってマリオキー使ってそうそう うなぎとグラタンはダメだろうっていうこの2つは時間がかかるんだって思ってましたけどね、でもうなぎあれね今高城さんおっしゃったようにこれだけ食べてて、まあとあることがきっかけでね、はい、ちょっと数ヶ月間うなぎを立てたんですよ、はい、ああその話、立った瞬間体調崩して、体調崩したっていうかあの十何年ぶりに風邪で発熱をしました。やっぱうなぎって効果あるんだと思って改めてその足を伺って、元気出ますもんね。やっぱりもう元気出ます、ね、もうこの高城さんそのまんまですよね、うん、とりあえずね本業は医療関係なんで自分が健康でないといけない、だから健康の秘訣はうなぎと、はい、マグロじゃないけどノーイールノーライフとこれ出してもらえばいいT シャツも作っちゃえばいいのロイヤルノーライフの T シャツを作ってもいいんじゃないですか。いいんですか ねいいじゃないですか、あれいいんじゃないですか、シンプルにやるかっこよく。タワレコにクレーム来ないですか。あ、大丈夫なんですよ、タワレコは、うん、いいですよ、僕は知らないけどで子供でもうなぎって食べた方がいいんですか、なんか話を聞く。いや食べた方がいいっていうか、この間ですね、うちの2人目の孫が生まれまして、はい、で、お食い初めをやったんですね、はい、でもちろん我が家ですから、お食い初めはうなぎ屋さんと、はい、さすがです。で、孫が一番最初に固形物を口にしたのがうなぎ、はい、で、揚げたらね、吸い付くんですよ、うん、チューチュー吸ってるんですよ。そうですか。食べ、あ、はい、まだ噛むのは慣れてない感じ。はい。噛むのはまだ歯ないですからね。
そんでもトロトロのうなぎだったら本当に離乳食としても理想的だろうな、うんうんうん、知って食べてましたよ本当に、まあ、関東風がいいですよね関東風です蒸し入れて、パリパリのやつと大人になってからねみたいなこんなのがこんなのがいいねあるんですか これで見ますか、はい、こんなのがうなぎ吸ってるんですね、はい、キャー奥イズムです、はいうん、やっぱり美味しいから吸うんですよね、うん、きっとでまたね上の孫はねあのたまたまあの昨日から、はい、あの向こうさんの実家に行くと、でしんちょうどあの一昨日野田屋さんで僕食べきれないんで、半身だけ、はい、あのお土産に持ってく、帰ってでまあみんな好きだから誰か食うだろうと思って持ち帰ったら孫娘が、はい、4歳の孫娘が一人で食べちゃう。あそこで喧嘩ですよ。喧嘩ですよ。いや全然口に入んなかったっていうそういう文句も。うん、ああ私もこの前の野田屋からお土産で、うん、あのうな丼一個作って持って帰ってで置いてあったんですよ。でうちの嫁さんが見つけてこのうなぎは何だっていうから持ち帰り持ってきたんですけど冷蔵庫入れときなさいよって入れといて、うん、次の日の朝うちの娘に あるけど食べるかいって言って食べる食べるって食べたらもう嫁さんから私が食べるはずだったのにみたいな何が大変なことになりますこの状態です。喧嘩ですね。はいはい。あペロリとペロリとペロリといただきましたやっぱうなぎってそうねこういった話もそうだしやっぱりすごいですよね人を引きつける部分ではね。で昨日東京駅のお弁当売り場で、はいね、あのまた新幹線、はい、でうなぎなかったの。で似てるから、はい、穴子を孫娘が選んで、はい、あのお弁当買って新幹線で食べたら、はい、これまずいって食べなかった。ああそうでした。なんか娘が泣いてましたね。この子は高く作って。それもっとな。そういううなぎの話題ですね。それはそれ一番高城さんが知ってるところで一番食べてんじゃないですか。はい。うなぎ2、300店舗ぐらい。はい。いや以前ゲストに来られて桃野さんの方が食べてるって同じぐらいですか。件数は。もう気に入っちゃうとね今年も野田屋さん一昨日で4回目ですから。そうですよね。まだ2ヶ月中まで。違う意味で野田屋さん4回行ってるみたいな。いや横さんのファンだからじゃなくてうなぎのファン。うなぎのファンでもなくてあの誰でしたっけあのああ誰でしたっけくまちゃんねくまちゃんだくまちゃんだ、うん、だってもうはまだ半月ですけどもう4回ってすごい、何かあったんじゃねえかっていう話です、いや横さんから来ませんかっていうメールが来たらはいはいって行くんです。素敵な方が入ったんですなんらしいですよ、ね、ああいいですね。なんで喋るの言っときます。証拠写真撮られちゃったからね。あ、そうですね。あ、これでね、カメラせっかく、うん、プロダクション OK 出てる。OK 出てるんですかね。ちょっとね。ああ、横田さん、ごめんなさい。あ、ないや。あ、いやありますよ。あ、切れ差し、切れ差ししたもんね。あ、そうそうそう。これその奥さん大丈夫ですよね。奥さん大丈夫ですよ。あのそういう方がもっと危ない。そういえばね、今、お孫さんの、ちょっと、はいはい、私の画像じゃない。ちらっとだけね、本人の承諾受けてないんですけど。いや、うなれりー出るから。いや、うなれりーはね、なんか、うなれりー。お願いしてるんで、はい、カメラマンね。さっきね、お孫さんもうなぎ代、はい、まあ、うちなんかの、まあ、向かい側にあるのが、岸墓神様ということで、これはあの、子育てとね、安産の神様っていうことがあるんで、結構あの妊婦さんだったり、はい、お子様連れとかいらっしゃるんですよ。で、子供連れでうなぎ屋に行くっていうのはどういうようなイメージありますか。やっぱり最初僕が言ったみたいに小さい頃って待てなくて、ぐずったり何したりっていうこともあるじゃないですか。で、僕はあの子供は宝だと思ってるんで子供
連れて行くの来ていただくのも OK だと思ってはいるんだけど、やっぱりある意味ちょっと早いんじゃないかなっていうような気持ちもあることは、例えばね、小骨があって何があってなんて、それでちっちゃい頃に骨が刺さったんでうなぎ嫌いになっちゃう子だっているでしょ、うんううでね、だからやっぱり幼稚園とか小学校、小学校ぐらいになるまではあの親としてはどうかなと思ったりもすることもあるんですよ、うん、ただうちなんかの場合、ね、親が美味しそうに食べてるっていうのは子供の評も引くわけですよね。そうですね、うん、だからあ、これは美味しいんだっていう、なんていうのかな、バイアスがかかっちゃってるんですかね。まあ唯一僕の27になる息子だけは、小さい頃はうなぎよりもうなだれご飯が好きで、あ、ま、これはこれ幸いと、かば焼きは私がいただいて、息子はうなだれご飯をあの半分ご飯分けてあげて大盛りで食べて、そういうこともありましたけど、うん、今またこれうなぎが好きになっちゃって、喧嘩ですよ、喧嘩、喧嘩ですね。まあ、もう息子さんは、はい、うなぎの問屋さんに今日から昨日から昨日から行って、はい、なんかあの教わって、はい、うなぎがつかめたと、はい、初日でうなぎをつかめれば、はい、もう大し見込みがあるって、なんか、はい、ベテランの職人さんが褒められたって喜んで帰ってきましたけど、じゃあ息子さんもうなぎの関係のお仕事について昨日からです。昨日からおめでとうございます。素晴らしい、素晴らしい、どうなることやら晴れてうなぎ一家にすごいですね。カツマ持ってきてもらってね、はい、何匹か、はい、カツマ、あの自分で避けるようにして、そうですね、そしたらもう完全です、まあ、その前にこうね、問屋さんですから加工もやってるんで、ヒレとか、うん、あの兜とか骨とかは、あのやってくるわけですよ、もうやってこさせようと、やってこさせよう、仕込もうと、そっから狙うって渋いですよ ね、 行くんですね、ヒレとか、そう確かに出ますよね。いやー、やっぱりね、そう最近やっぱりかば焼きだとか高騰してて、そういう串物からちょっと若い人に入ってってもらうっていうのも、資源を大切にするっていう、ね、両方でありだと思うんですよね。さっきも言いましたけど、小さいクリカラ焼きとか、短冊とか、そのし、ね、塩の白焼きが美味しいって言ってハマっちゃううな重もいりますから、そうですね、それ串物からもう入門編でうなぎを広めて、で高島さんおっしゃるように、資源もね、もううなぎ捨てるとこないわけですから、そうです、ね、唯一血ですよね、毒のある血、毒のある、毒があるんです、毒ある、だからなかなかお刺身は食べられない、はい、特殊な加工をする、うん、あの専門店が何店か日本にあって、はい、頭と かこのかば焼きは頭とかはもう取ってあれ、頭今これはないですよね、で、あの関西の方行くと焼くときに頭ついたまんま焼くケースなんていうのもあるんですよね。頭を落としてあるのか有頭か無頭かなんていうので、焼き方も違ってくるんですけど、なるほど、じゃあ頭をなんかまたさっき言ってた串物っていう、あります、圧縮かけて、まあ細かい処理はあるんですけど、5、6匹分刺して兜っていうことで、タレとかで見たことないですね、はい、あの私作りますからね、はい、もらってくるとすごいですよね、圧力感まで50分ぐらい、だこういうのを広めればね、もっとその資源の無駄っていううなぎに関してはね、うん、そうですね、うん、なんか全然知らないことがなんかどんどん出てくるので、うん、うなぎの串関係のお店も意外とね勢いがありますし、そうですね、もう専門ですからね、うん、串だけでいろいろねありますし、それは結構いっぱいたくさんあるんですか。いや、まだ少ないじゃないですか。まあ、確かにね、女の子が一人で入りづらいかもしれない、ね、なんか見たことないなみたいな。でもそういった意味じゃ、うなくし会のね、新人さんの川次郎さんなんか、あ、そうですね、今の店主は女性ですから、うん、中野にあるやつ、中野ですか、うん、川次郎さんなんかはいいかもしれないですよね。そうですね、とりあえずなんか今日言い足りないことってありますか。あともうちょっとでお酒がないとか、お酒がないとか、ね、言い足りないにでも食べなくてそう、ね、お酒ビールがないぞってなんか、うん、さっき LINE が来てたんですけどね、あの某ユポンタさんっていう人から、
実際本当にいい、うん、ここで飲んじゃってやってる人もいるの。はいはい、私もここで飲みながらやってる。あ、そうなんですよ。はい。でも某宗教団体に入った人が、はい、あの飲みながら MCU やってたっていう疑惑があって、ネット上だって叩かれてる。今タイムリーな話、タイムリーな話ですけどね。あ、どう、まあ、あとは見る人がなんだこいつはってならなければ、どういう人だったら許されて、どういう人だったら許されないとか、いろいろあったりするじゃないですか。ありますね、うん、ね、今吉田類さんのああいう、ね、酒場放浪記者だけど、ね、来週やりますもんね。まあ、そう、来週23日の10時半でしたっけ。 10時半ですね、うん、あ、11時半、10時半10時半そんなもん。ラズエル細木さん、ね、だって昔あのね、寄席で酔っ払って上がってたある師匠が、はい、そのままそこで寝ちゃって、で客席から寝かせとけ寝かせとけとかっていうそういうね、そういうおおらかなのもあるだろうし、うん、まあ、今の世の中確か難しいですよね、人によっては何だ、うん、何事かっていうのもあれば、ね、あ、いいんじゃないのっていう、もう真っ二つですもん、ね、見るよ、昔ちょっとやったので一番酔っ払ったのが、そんな酔っ払うんですか。おちょこ一つで、で配線があって、飲んでは洗ってご返杯をずっと繰り返しながらもうエンドレスです、ね、エンドレスでこうやってた時はね、もうヘロヘロになりましたけど。でも飲んでるとこもまあ程よく飲んでれば、やっぱ見てる人も面白くなると思うんですよね。まあね、そうです、雰囲気的なもん。だからこういうセットではなくて、ちゃぶ台かなんか用意していただいて。そうですね、そうですね、うん、いいんじゃない。たらあのうなぎ食うのもなんか、うん、あ、前重箱を持ってきて、はい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 、重箱でね、重箱で、前重箱があるんです、うん、あのうちにとりあえず3つありますから。ああ、前重箱、はい、3つも、いや3つしか、ま、前箸ぐらいはあるけれどもね、うん、いや、7人家族で3つしかないから喧嘩なんですよ。人数分ないといけない、ね、人数分ないといけない。もうそういうのもまた雰囲気が変わって面白いかもしれないですね、はい、え、ま、マイ重箱って中に入れるんですか。どう、はい、どう、マイ重箱はこの重箱でよそってとかっていうの。いやいやいや、お家で、お家で、あの例えば、はい、ね、あの専門店さんで誰か行けない家族がいた時にお土産でかば焼きをとか、うなぎ弁当でこういうの買ってきて、これじゃ味気ないから重箱に移してって、そうやって食べる。さすが。私で箸置きはうなぎ、マイジョッキとかね、お店に預けてて、でこれ店のジョッキよりちょっと小さいんだから、あの生ビール1杯600円とか俺のだけ500円にしろとかっていう感謝したりしてたことあるけど、ミニロトでも当たれば輪島に行って、はいはいはい、輪島乗りのマイ重箱を買って、いいですね、あの野田屋さんに預けて、あらららららら、ね、ロトをね当たってね、ロト当たってね、そしたらもう輪島行って、そういうのも面白いですよね。いや、いいですよね。で、あの高島さんがなんかネットに載ってたら箸、うなぎ食べる専用、ありましたね、箸専用の箸っていう、特別な、なんかつかみやすい、つかみやすい、つかみやすい、そういうの全部凝ったらもっと面白いでしょうね。いや、この前、あるクイズ番組で出てた時は、はい、あのうなぎ屋発祥のあるグッズということで、割り箸は昔々江戸時代にうなぎ屋さんから始まったんです。そういう話をやってましたね。割り箸で昔はだから一つ一つ手で削るからすごくあの貴重なものだったらしくて、今みたいに割り箸って安物っていう感じじゃなくて、で、あの初めて高いうなぎを食べるときはもう新しい新品のお箸をこう割ってこれで食べるっていう、これがあのすごく新鮮だったような話らしいです。割り箸ってこの野田屋さんの割り箸いいんですよね、はい、あの最初から割ってあるんで、はい、あのこんなになっちゃうと、実はね、あのこれあの封がしてあるんです、はい、それはあのちゃんと外してこの箸袋に入れてっていう、その作業がね、ちょっとここに、はい、ありますよね。そう本来はそれを外す、わざわざいろいろやってると思います。というようなことで、あと30秒、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。機会あったらぜひ、はい、はい、オファーがあれば、はい、レギュラー、レギュラーですね。お仕事もあるからね。そうなんですよ。そうですよね。あ、今度の回は、あの、ダフさん来るとかって言ってる、また。あ、本当ですか。ぜひぜひ。またぜひ来て、はい。それでは、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。